さあ、始まりました。少量チャンネル。翔太です。りょうです。少量です。はい。はい。今日は、お好み焼きを作りたいと思いまーす。ね、あと、プレゼントでもらった、美味しそうな焼きそばもあるからさ、それも作っていこうぜ。うん、はい。少量。これさ、思うんだけど、白菜って縦に切るもんの、横に切るもんの、どっちを持って横とか縦とかって言ってるの？それは横なんだ。あ、横じゃない。横で千切りみたいに切って、もっと小さく切ったらいいと思うよ。出ました、翔ちゃんの特技。千切り得意だ、翔ちゃん。無視。真剣。うまい、これ聞いてなかった。いや、普通。なんか料理するときにね、結構ね、なんか野菜カットとかは、やらせてっていうかさ、やりたいって言うよね。はい。というわけで、声の主は、おつぎさんでございます。あ、どうも、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。早速飲んでます。ね。はーい。乾杯。今日は3人で、少人数で、ホームパーティーを。ホームパーティーっていうのかな？お好み焼きパーティー。お好み焼きパーティーをしたいと思います。最近さ、つーちゃん、ゲーム実況めっちゃやってるよ。あ、そう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 。あ、バイオハザードとかやってんだけどさ、バイオハザードやっぱ一人でするの怖いから、コメントとかある方が助かる。あ、なるほどね。そう。なんかビビってるのも家で一人でビビってる俺ってなるより、ビビってますよ俺の方がさ。あー、共感してもらってね。そうそうそう、確かに。一人じゃない、無理やもん。ひょうにょう。いつもね、少量のファンが見てくれてるからね、らしいよね。嬉しい。持ってっちゃうかもしれん、俺がファンは。すみません、ほんとちょっとだけやめてもらっていいですか、それは。じゃあ俺も目指せ20万よね。あ、そう。頑張ろうぜ。お願いします。お願いします。今日もたくさん飲んでね。ね、そうこうしてる間に黙々と切ってたね。やめて、そのちょっとさ、真面目なとことか見られたくないのよ。真面目なとことか。ちょっと真面目じゃないもん。真面目、そう、真面目じゃないんだよ俺。そうだったんだ、騙されたわ。翔ちゃんにさ、はい、ちょっとお願いしていい？なんでしょう？これをさ、もうちょっと細かくしてほしいな。え、嘘？いや、大丈夫だよ。大丈夫だと思う。本当に？うん。お好み焼きだよ。そもそもさ、お好み焼きなのに白菜なの？安かったことさ。どうなのかね。あんま聞いたことないけど、ね。あんま聞いたことないよね。大丈夫大丈夫これ。ほんと？うん、大丈夫大丈夫。保証する。うん。じゃあちょっと、まずかった時はね。ビンタやね。ビンタ。往復ビンタ。往復ビンタ。燃える。燃える。ひょうにょう。始めさせていただきます。これ今、超久しぶりかもしれない、お好み焼き。お好み焼き、家でせんもんな。うん。何からいくの？何お好み焼きからいくの？どうする？これ入れちゃう？入れちゃおうよ。入れようか。うん。よし。かきかき。海鮮？海鮮お好み焼き。そうそうそう。いいじゃん。いいでしょ。いいじゃん。かき。いいね。いや、お好み焼き嬉しいわ、マジで。え、そもそもさ、なんか油広げないの？いいから、待っててよ。できるから、俺。全然。もんじゃみたいになったけど大丈夫？ちょっと待ってよ、やるから。もんじゃやん、これ。うるさい、うるさい。まだ温まってなかったんじゃない？温まってなかったけど。大丈夫な？大丈夫なの？じゃあお前ら食うなよ。食いはするのよ。大丈夫かが心配なんだけど。大丈夫なの？不安でしかないんだよ。大丈夫だってば。これ見て、誰も大丈夫と思ってないよ。マリ君さ、いいのよ。大丈夫か？大丈夫ですよ。え、火マックスの方がいい？いいんだって。で、この上に、肉を垂らします。もう？もうって別に、いつでもいいよ。だって上は焼けてないんだから、そもそも。ちゃんとうまくひっくり返せるんですかつーね。そう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 。そう、多分ね、その心配が。これ、切るのもうるさいな、もう。絶対できんって。これ1個のヘラで頑張ろうとしてるでしょ、今。そうだよ。うん。だいたいお店でも2個のヘラなの。家で1個のヘラはちょっと舐めすぎばい。うん。いや、今、美味しそうやけどね。そう、並べるとな。お腹減ってきたしね。うん、お腹すいた。ねあ、温まってきたね。大丈夫か？なんかもうちょっと形をさ、丸く型、なんかしといた方がよくねえ、お好み焼き感が全くないね。めっちゃ言うやん。はい。いけてるか？大丈夫だってば。でも絶対にひっくり返せない。いやいや、無理だってこれ。どうやってひっくり返すの？大丈夫。牡蠣は？乗せちゃう？いやいや。何よ。海鮮は海鮮で食おうよ。あ、そういうことね。そうやろ。肉は肉、海鮮は海鮮よね。あ、俺は、入れるよね。入れるよね。入れるために買ったんじゃん。いや、そうやけど。少量。でも、一回別で焼いて、豚お好み焼きと海鮮お好み焼きっていう。それを分けたいってこと？そうよ。うん。そうらしいよ。そうでしょうよ。いや、そうなんだって。
そうなの。ふざけんな。あれ入れた？揚げ玉入れた？入れた。入ってる入ってる入ってる。ちょっと緩かったかな。いや、ちょうどいい。何を持ってちょうどいいかが俺には分からんけど。焼き目はどんな感じ？いやでも意外にいい感じ。もうちょっと。意外にちゃんと焼けてるね。いいよ。いいでしょ。いいよいいよ。急に褒める。いや美味しければ何でもいい。別に食えたら何でもいいけん。待ってる間がね。早くしてくれよ。出てるね。いいエスプリが出てるね。出てる出てる。いいエスプリ。みんな俺のこと優しいと思ってるからさ。そうだよ。優しくねえんだぞっていうところを見せつけようと思って。確かに、ね。俺は優しくねえんだぞって。あ、いいよいいよ。あ、いけそういけそう。いいじゃん。すごい。いや、今のはいいよ。うん。俺初めていいやんと思った瞬間の遅いよ遅いんだって。いやいや、いけたね、今いける。すごい。これで牡蠣を焼くってこと？つまり違うって。え、どういうこと？あ、これがこれで食うな。あ、これはこれで食うの。一回ね。そうそう、次に海鮮を入れるって話。いいね。あ、美味しそう。美味しそう。美味しそう。どうする？分ける？うん、切ろうよ。切ってからソース塗ろう。あ、そのタイプ？どっちでもいいタイプなんやけど。おぉ、うん、6枚くらいでいいんじゃない。いや、美味しそう。これうまいかもね。うん、白菜がどう出るか。マヨネーズもかける人？うん、かける。あ、ちゃんとお好み焼きやね。そうだね。こうなる、こうなる。こう忘れられがちよね、そういうとこ。いいね。うまそう。めちゃくちゃいいやん。ここめっちゃいい匂いする。ひょうにょできました。美味しそう。美味しそう美味しそう。うわ、うまそう。いい匂いする。めちゃくちゃいい匂いする。うん、美味しい。美味しい。よかった。いただきます。うん、全然白菜でも合うな。いただきます。うん、美味しい美味しい。美味しいよね。うんま。うわ、お好み焼きいいね。美味しいね。うん。最初めっちゃ心配だったけど。確かに。うわ、美味しい。美味しい。結構好きかも。うん。食べやすい。うん。美味しい。やらかした話しよう。今日ね。やらかしていいからな。あれ、お酒によってさ、やらかした時少ないはなかった。もうさ、いつも飲んでるじゃん。そうだな。帰ったら、携帯割れてたことあるよ、二人と飲んで。りょうくんの友達のお店で飲んだ。はい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 。あれ、去年？去年、去年。去年じゃないかな。うん。それから俺携帯変えたのかな。なんか割れたっていう。うんうんうん。なんか酔っ払って、はいはい。自分がどう帰ったらいいか分かんなくなって、いつも使う線じゃないから、うんうんうん。帰り方分かんなくなって、ギリギリ、なんか朝起きたらちゃんと帰れてたけど、うん、はいはい。携帯がやばいことになってたよ。マジか。それぐらいかな。うん。大体でも二人と飲んだ時は記憶がないよ。うん、でも去年はそんななかったかもしれないな。一昨年は肋骨折ったけどね。あったね。やべえよ。まあ本当に気をつけてほしい。酒飲んで肋骨折るってやべえよな。2本ね。いやー。ふるちゃんはなんかあるの？これか。あるね。しょうちゃんはもう毎日やらかしてるもんね。一番のやらかしたのあるよね。言えないけど、飲んで。あ、あるあるある。あった。言えない。ちょっと食事中の話するもんじゃないかもしれない。ああ、そういうことね。そうそうそう。うん、そっち系ね。うん。うん、でもみんなもう、だいたい、しょうちゃんやらかしてると思ってるからいいんじゃない。そうなんも。ひょうにょ。これまだですか？まだ？知らん。一回食べてみてよ、しょうちゃん。なんでそんな毒味役なのよ。いや、しょうがない。一番若いから。当たりやすいじゃん。毎年当たってるじゃん。いやいや、俺も当たりやすい。いや、俺も当たりやすい。違うじゃん。あ、どうぞ。いくよ。良さそうな気はする。うん。当たったらごめん。いいよ、いいよ。うん。もう、ちょっとやっとく？いや、もういいよ。わーい。角攻めて、角。しょうちゃん、角攻め忘れるね。さっき。ここも。いいじゃん。こうやってよ。まあまあ、かけてあげてよ。かけてあげた方が喜ぶんだから。わざとだよね、もう。いや、もうわざとです。これはすいません、今のはわざと。今のわざと。今のわざと。あ、ナイスわざと。サンキュー。うん。なんか名前みたいじゃん。ナイスわざと。どうぞ。あ、いいね。いいね。エビも見て、これ。ほら、プリンプリン。プリプリやな。うん、うんま。あ、かきうま。うん。な。あはは、おいしい。こっち、自他の人って、キス下手って言うじゃん。あ、そうなんだ。そう。だから二人はうまいのかなと思って。うまいかな、うん、俺めちゃくちゃうまいよ。マジ？だって。あ、
あるよ。多分今までしてきた人は俺のこと忘れられてないと思う。マジか。何か。だって子供の頃からおとんにさくらんぼのヘタをさ、なん舌で結ばされよった。将来のために。わすごいいいお父さん。本当ね。なかなかいないよね。そうそう。いやいいお父さんと思う今思えばね。本当よ。子供の時は何言ってんだ。そうそうそう。でそれでお小遣いくれてたから。これできたらお小遣いあげるよっつって。三人の中でキスは俺が一番うまいと思う。いやうまいと思う。次焼きそば作ろうか。焼きそばね、うん、カレー焼きそば。うん。いいね。次はこれを食べたいと思います。最強の組み合わせ。カレーと焼きそばってそうだよ、ね、みんな好きじゃん。うん。さあ食べて飲んで楽しもうぜ。うん。面白い話して。何かないの面白い話。面白いじゃんずっと俺の。え？え？何？退屈よね。退屈だったんかずっと。ずっと退屈でした。なんだよそれ。だってほらストレートには言えないじゃん。いやもう言ってるじゃん。退屈だったって言ってんの。いやはい、というわけで今回の動画はここまでにしたいと思います、はい、一緒にお好み焼きを食べたいなって思ってくれた方は高評価のボタンとチャンネル登録をお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。